竹内、ちょっといい？うん。いや、なんかそのさ、ゴミさ、うん。なんかその、俺が完全に捨て忘れて置いてたやつさ、うん。竹内捨ててたよな。おうん。あ、俺が育たんからやめて。こ。なんで怒れてんの？じゃあだから、とりあえず今回竹内が捨てといたけど、次から俺が捨てるから。混乱しちゃうの。竹内、はい、さっきのことやねんけどさ、さっき、うん。俺が冷蔵庫のゼリーあれ誰のっつって、うん、竹内が俺のって言ってさ、うん、ちょっと一個食べさせてやめったらさ、うん、いいよっつったやんか、うん、あれやめて、なんで食べてまうから。理不尽すごいよ。竹内がいいよって言ったら俺は食べるやろ、うん、どんどん俺が太ってまうやんか、うん、責任取れるんか。なんで怒れるの。責任取れるようになってから言えよ、そういうこと。すいません、分かってて、ええけど、うん、今度から気ぃつけて、うん、食わなきゃいいのにな。竹内、はい、あのさ、トイレ掃除したよな、竹内が。はい。その毎回毎回竹内がトイレ掃除してて、はい、それで俺らがいいんやみたいになったら、うん、そのもう人にばっかやらせてて、いいんやっていう人になるから。これが怖いんだよな。で、これで外出た時にね、恥かくのは誰？俺やろ。しかも、竹内がそれやってるんやから、うん、一人でやんないとかよりも、まずはありがとう。っすよね。ちょっと竹内さ、はい、この前一緒にコンビニ行ったやろ。うん。その時のこと覚えてる？いや、なんだろう。ちゃんとせえよ。うん。一緒にコンビニ行ってさ、うん。竹内がなんかいろいろ買ってて、うん。で、俺がアイスだけやったからさ、うん。でもレジ混んでるし一緒に払っちゃうわ、みたいなの言ってさ、うん。お前渡してくれたらいいわ、みたいな言ってさ、うん。俺さ、まだ払ってないの。え？言えよ。払って。言わない、払わんで。なんで？っていうか、その、食わすなよ。それなんでずっと食わない。貸さないですじゃん。ん？貸さない。いや、もう今は何とでも言えるけど。なんで怒られる？いや、もう一旦信用するわ、じゃあ。俺が信用される立場で今。うん。あなたがお金を借りる立場。そうよ。で、俺が信用されてる今。ああ。すいません。なんで反復したのかな。ごめんなさい。反復してもわかんないから。お互いのためにお互いがちゃんとしよう。はい。いい、わかった。まあ、うん。ああ、いや、わからんな。いや、怒ってないけど、なんで怒ってるかわかる、ちょっとわかんないよな、多分ね、これ。もう言うのめんどいけど、うん、俺がね、そのリビングでね、うん、テンション上がったか知らんけど、一人でこう、ね、そのなんかまあ、小踊りみたいにしてたの、俺が、うん、リビングでね。うん、で、そのはしゃいでたら、その指をさ、こうぶつけて、うん、で、めちゃくちゃこう痛いみたいになって、うん、気をつけろよ、うん、俺が。聞いてもわからん。聞いてもわからんか、お前は。あ、聞いてもわからん。なあ、お前みたいなやつはもう、これもう言ってもわからんのよ。聞いてもわからんな。本当に言ってもわからんな。だから今俺、今出てなかったもん、俺が。その話に。竹内、マジ謝ってくれ。何？見たわかるやろ。何？俺、腹出すぎ。知らん。謝れよ。どうやって？何を謝ったらいいの？後方もわからんわ。謝れよ。どうやって？出すぎてる腹が。それ、その住岡が腹出てすみませんって。どういうこと？謝罪。え？謝罪をしろ。謝罪？罪？俺の罪？お前の罪や。俺の罪？お前の罪やろ。絶対に。え、何キロあると思う？じゃあ今。90。90？ うん。そこまではない。謝れや。謝れや。何？ 89。89じゃん。もう竹内、もう何熱い、知らん、脱げ、もう何がどうやったらじゃ解決すると思うの、脱げ、それ、ああ、そうそう。どういうこと、熱い、え、脱がないの竹内。何、冷蔵庫のゼリーあれ竹内のやつ、うん、あ、一個くれへん？いや、うん、いや、ダメ、ダメだわ。なんで？いや、まあ、食ったら太っちゃうからさ。いや、お前関係ないやろ。何やねん、その言い方。嘘でしょ。
いや、別に、あげたくないと普通あげたくないって言うよ。何太るやろって腹立つの。嘘でしょ。何だよ、お前。嘘でしょ、これ。え、違う人。いや、嫌なんやろ。じゃあ嫌って言えよ。いいの食べていいの。いや、じゃあ、ダメじゃない。食べないで。いや、嫌だ。いや。うん。普通に嫌ってこと。普通に嫌。最初からそう言えよ。何やねん、こいつ。日悪すぼ。日悪い。竹内。え？あの冷蔵庫のゼリー、竹内のやつ。怖っ、何これ。こんなにこれちょっと待って、怖っ。あれ、もし、あれなんて1個くれへん。いや、ダメやな。あかん？ああ、ダメやね。ああ、なんで？いや、いや、嫌やから。うん。嫌やわ。あげたくない。なんで？嫌やから。なんで？何のループしてる今これ。これよ、なんで嫌って何？え、3つくらいある ?1 個くらいよくない？もう、雑魚いとこでループしてるやん。ええよじゃ別に。え？俺も何もあげへんで、そんな。え？俺ってあげるけどな。そんな嫌か？ごめん。別にええけど。うん。キモ。どうしたらいいんこれ。竹内。はい。冷蔵庫の全員竹内のやつ。おい、ループしてるやん。おい、だったんだけど、それもこれ。なんかって一個くれへん。いや、いいよ、じゃああげるわけ。断れよ。なーよ、お前。太れよ、これ。太れやろうが。全部ダメだ。お前のせい、太ってんねん。あー、ごめんなさい。責任取れんか。ごめんなさい。取れるようになってから言えよ。取れないです。何キロあると思う、俺今。90キロ。そんなにないやろ。何や、お前。ごめんなさい。80、90。90やろ。腹立つわ、こいつ。ごめんなさい。気持ち悪い。そう。竹内、熱い。脱いでるやろ。熱い。脱いでるやん。脱げ。でも俺が脱げばいいやん。そうよ。脱いで。俺が脱げばいいやん。お前が脱げばいいの。水かけるんかよ。いいえ。なあ。はい。冷蔵庫の釣り竹内の。怖さに。これ何？アイコくれ。いらんかったら。ああ。いいよ。何お前マジで。お前がそうやって甘やかすからちゃんとした人間ならんやろ。これか。自分で買わせな。これがあったか。もう自分で買うぐらいできるやろ、ゼリー。これがあるか。んでもかんでもお前からさ、もらってさ、よそで恥かくの俺やから。ゼリー捨てよう。